皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2024年5月21日に行われた、第37期竜王戦1組、出場者決定戦。久保利明九段と、伊藤匠七段の一戦をお送りするよ。さて、竜王戦各組予選も大詰め、ランキング戦準決勝、ベスト4で惜しくも敗れたお二人、3位出場権をかけた重要な一戦ね。ベスト4に残っても、最後に負けたら無念の終わり、ある意味、一番報われないポジションにはなりたくないな。そんな大事な一戦、対峙するのは正反対。振り飛車党のベテラン、久保九段と、若手筆頭の居飛車党、伊藤匠七段の激突ね。どちらがペースを握るか、真正面からのぶつかり合いに注目だ。では、対局の前にお互いのプロフィールを確認しよう。まずは後手の久保九段。1975年8月27日、兵庫県加古川市出身、淡路仁重九段門下の48歳。今期竜王戦1組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場15回で7期獲得、一般棋戦優勝6回、さばきのアーティストの2つ名の通り、飛車を振ってからの組み立てと、押して引いて切って張って、あらゆる手段で突破を図る、美しさすら感じさせる、駒のさばきが特徴だ。そして同時に、終盤の粘りも特徴で、追い詰められてからも簡単に土俵を割らせない、土俵際のうっちゃりにも注目よ。本日は後手、まあ規定路線で振るだろうが、どの筋に振るか、どう駒をさばいていくか、正座全裸待機で期待しよう。それでは続いて、先手の伊藤匠七段。2002年10月10日、東京都世田谷区出身、宮田利雄八段門下の21歳、今期竜王戦1組、順位戦 C 級1組、タイトル獲得はまだないものの、竜王戦と棋王戦、そして現在進行中の叡王戦で、挑戦者として番勝負に登場しているね。しかも、叡王戦は現在2勝1敗、番勝負無敵の藤井聡太叡王を追い詰め、自身初体感にリーチをかけているぜ。本日は先手、積極的に展開を作りたいね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、伊藤七段、マリサが後手、久保九段だぜ。それでは、お願いします。2六歩。3四歩。さて、1組のトーナメントもこれで決着ね。7六歩。ただ、ここで負ければ本戦には進めない。4四歩、絶対負けられない戦い、その最たるものだ。4八銀、後手は早速、振り飛車の駒組みね。9四歩、端を突き、スペースを確保するか探りを入れる。6八玉、構ってられるか、と王様を移動開始よ。9五歩、さらに突き越し、圧をかけ。これで方向性は、5八金右、居飛車側は穴熊志向が強くなったね。4二飛車、方向性が決まったところで駒組みを進めよう。5六歩、まずは中央のポイントを抑え、私も王様を。6二玉、囲いに向かい、戦場から離す。7八玉。7二玉。王様を囲い切る前にあらかじめ銀を上げ。5七銀、中央の攻防に備えるよ。3二銀、急戦に備え、こちらも銀を上げる用意。7七角。4三銀。8八玉。5二金左。対振り飛車の定番といえば、9八香、やっぱこれだね、居飛車の穴熊、出たな。5四銀、香車を上がったこの瞬間が、一番の好きだ。6六銀、対応するように銀を上げて当選後、それなら、6四歩、銀を咎めに頭を目指す。それならこちらも、2五歩、飛車先突破を見せ、対応を迫る、当然。3三角、角を上げ、2筋に守りを入れる。その隙に、7八金、王様を固め、戦いに備える。4五歩、飛車先を伸ばすと同時に角道を通す。おっと、早くも臨戦態勢ね。穴熊は、囲えば直接王手が通らずとても硬いが、強者を上げたこの瞬間、王様は狭いのに硬さがなく、仕掛けるにはもってこいの瞬間だからな。そして、6筋を伸ばして銀が引けば、角交換のラインが通り、王様の守りを削りつつ、再び角を設置したとき、66が抑えられるので、攻めの圧をかけやすい、ということね。遅かれ早かれ、角交換をするつもりなら、6筋をつかせないことが私としては重要で。5七銀、つかせる前に、あえてこちらからぶつけるよ。7七角なる、遠慮せず、ここぞとばかりに買いに行く。同金、この6筋の差、どう違いが出るかな？とはいえ、3三角、先手玉を狙うラインは健在だ。なので、
救急玉、スタコラさっさと穴にこもるわ。82玉、金を浮かせ、それを戦果としよう。68金、とはいえ、金駒を寄せれば硬さはできる。92香、硬さ負けせぬよう、私も穴熊だ。88角、角を8にし、攻守一体で構えるわ。おっと、だいぶ変わった形に構えたな。金がどいたら再び角同士がぶつかり、角交換で、そのまま銀と8役を交代する狙いか。金を中央に上げるにも、援護射撃になるので、攻守両面の活用を目指したということか。が、それならこちらも相応の対応で。43銀、一旦手を緩め銀を引き、角のぶつかりに対応しよう。おっと、わざわざ上がった銀を引くとは、手数をかけることを嫌がる、将棋の展開としては珍しい。果たして、その手が漢字となるのか公字となるのか。その展望、とくと見せてもらおうかしら。86金、自ら道を開け、喧嘩を売る。44銀、間に銀を割り込み、角交換を拒否。36歩、角の頭をこじ開けに、歩を伸ばす。もう一つ進めたとき、銀で取れば角道が通るし、で抜けば角頭に歩が届くね。そう来るのなら、54歩、5筋を塞いで直撃を避けよう。むむむ。96歩、端に近い後手玉に嫌味をつけるため。同歩、今のうちに、端攻めの下処理をしてしまおう。同金、金を取らせて同香とすれば、後手玉は木に利きが伸び、一気に安全とは言えなくなるね。なるほど、だいぶ攻めに重きを置いた方針だな。だが、なんやかんや金は重要な駒、取っておけば確実に使い道はある。今すぐ欲しいのは山々ではあるが、ちょっとここは一旦我慢。55歩、5筋のバリアを優先、角のラインを阻害する。同歩。取ったその手が足がかりになるので。同銀、角が生きているうちに、銀を伸ばして反発する。24歩、飛車先に当たりをつけ、角の移動に嫌味をつける。同歩。角がどけば、飛車が走れるので。35歩、2筋3筋の突破が見えてくるね。この程度、96香、ここで金取り、一気に局面を進めよう。同香。自玉の退路は、まだ余裕があるので。85金、香取りに当てつつ、玉頭を抑える。34歩、ここで狙いの角取りよ。だが当然。44角、2筋の支えを放棄し、銀の守りは外さない。その2筋も、22に焦点を作り、低く受けることができそうだ。94香、銀の守りをくぐり抜け、後手玉脇を狙う。56歩、無視して銀を叩き、守りを削る。48銀、守りを削ったら、続いて攻めの手を。95金、遮り自玉の憂いを削る。それならそれで。98香、強者を重ねて推進力を増す。この程度。97歩、手前に引きつければ回収できる。なんの。同角、角で払い、強者を確保よ。だがこれで。94金、小回りは私の金得、この差は大きいぞ。88角、強者を通し、対応を求める。なんの。85金、回避をそのまま厚に戻す。兼ねての狙い。24飛車、大きな攻めの一手、2筋で走る。41飛車、歩を節約し、単に桂馬に紐をつける。23飛車なる、これはちょっと意外かな。とはいえ不切れは。76金、回避したい事態だったしな。むむむ。77金、金をぶつけ、攻め駒を回収よ。望むところ、同金、回収できるのは私も同じ、さらには。同桂、穴熊にほころびが目立ってきたぜ。そして、そのほころびを咎めるように。84強、格闘にきつい一発をお見舞いしてやる。78銀、銀で支え、耐えつつ退路を作る。76金、それを許さぬ物量作戦だ。ぐぬぬぬぬ。74歩、ならば、ワンチャンかけて殴り合いに出るわ。62銀、こちらも数を足しつつ、下段に猶予を作る。93歩、垂らした歩が詰めろになるわ。ところがどっこい。91歩、土下座で誤り受け切れる。なんか僕団ってさ、22歩、なぜかその位置に歩を打つイメージがあるかな。87強なる、そんなこと言っている暇はあるのか。同銀、やってきたわね。同金。大手がかからぬ今のうちに。84歩、玉頭に綾をつけ、嫌味にする。43飛車、飛車をぶつけ、公園の竜を消してしまおう。32竜、切り札の竜を消されるわけにはいかない。86銀、小詰めを入れつつ、先手の桂打ちを先受けだ。79香、攻守両面に狙いを生かす、強打ちよ。35角、同地点に狙いを定め、いよいよ最終盤だ。83歩なる、こちらから攻めに出て、望みをかけるわ。同玉。84歩。
7四玉。5四金。さて、先手の王手もここで途切れ。8八金。手番は私、一気に寄せる。同玉。7六角。8五金。同角。同桂。7九角なる。同玉。上から押さえつけ、あとは自力が積まなければ。7七銀ならず。これが必死、私の勝ちだな。もうここまで来ると、受けはないので、後手玉を詰ますしかないんだけど。8三角で追って、7五玉2九7角、以下、7六玉、7八歩で粘ってみせても、6八金、8九玉、8七香に、9九玉と逃げたとき、後手7八銀なるに対し、こちらから後手玉に迫れる手がなく、なすすべなく詰んでしまう。私の竜王戦はここで終わりか。負けましたー。ありがとうございました。これはもうお見事だわ。よくあんな、王様近くの端攻めに、冷静に対処して、私の攻撃を裁き切ったね。そう、裁きといえば大駒の突破を連想しがちだが、本譜においては、守備面の駒裁きが光ったな。よくある、対抗形の穴熊展開ながら。先手は、穴に入る前に自ら角をぶつけていき。88地点、いわゆる8地が角になる、という珍しい展開。これは、後手から角交換を仕掛けた際、手順で銀がそのまま8地になる、先々を見据えた駒組みなんだが。結局、お互い角交換拒否になり、大駒がほとんど動かない中盤となったな。対抗形にしては、本当に珍しいね。その代わり、主な戦場は端の一点。穴熊の先端を、そのまま突進。近距離交換の駒損と引き換えに、橋の制圧、という強手だったな。後手的には旧筋がスカンピンで、横も狭くてちょっと怖いよね。が、これで大丈夫、という見切りから。薄くなった玉頭を咎めるように、上からのしかかったのが、後手の勝因だな。逆に言えば、先手は穴熊を薄くするという、リスクを取ったことが裏目に出ちゃったね。あと一つの決め手が得られなかったな。この結果を受け、久保九段が1組3位出場者に決定、竜王戦本戦に駒を進めたぜ。そして1組の決勝は、安光九段と山ちゃん、ベテランが輝く、独特な1組だったね。そちらの方の変態対決も期待しよう。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で、バイバイキン。